三角筋後部を鍛えることによってダイヤモンドのようなかっこいい三角筋を手に入れることができます。こんにちは、ピース村山です。今回のテーマは肩の後ろの筋肉を発達させる方法とはです。どうぞよろしくお願いします。はい、今回なんですけれども、肩のトレーニングは一生懸命やっている、ただ肩の後ろの筋肉、ここがなかなかつかない、そういったコメントをいただきましたので、今回ねアンサー動画としてこの動画を撮っています。肩の後ろの筋肉、リアデルト、もしくは三角筋後部という名前であるんですけども、ここの筋肉って実はすごく重要で、後ろを向いた時に分かるんですけども、この肩の後ろの筋肉が発達しているだけでものすごく後ろ姿かっこよくなるんですよね。あとはもちろん肩全体が丸みがあるので、正面から見ようが後ろから見ようが、もう本当にね素晴らしい筋肉になります。三角筋っていうのは全部、中部、後部、この3つから構成されています。当然後ろの筋肉が弱ければ、全体的なフォルムとして後部だけ欠けている、すごくかっこ悪いですね。そうではなくて、前の筋肉に盛り上がりがある、真ん中も盛り上がりがあり、さらに後部も盛り上がりがある、このダイヤモンドのような形を作ることによって初めてかっこいい肩と言えると思います。ただただただこの三角筋後部、すごく鍛えるのが難しいトレーニングです。ですので今回は3種目を連続で行って効率よく三角筋後部を発達させる方法をご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見てください。では始めていきましょう。やばいですね、めちゃくちゃ効きます。あと1セットです。3分インターバル取ります。はい、お疲れ様です。このような形でトレーニングをしていきました。一番最初のこういった前にね上げてたやつは、これは外旋っていう動きをしています。もちろん三角筋後部も鍛えられるんですけども、肩甲下筋という筋肉ですね、こちらのインナーマッスルをしっかりと鍛えていき、さらに三角筋後部そのものをベントバロイムのような形、そしてリバースのダンベルフライのような形でリアレイズやっていきました。いやもうすごいきついですね。今回は高回数ハイレプスですね、しかもトライセット3種目連続という形でやっていきました。どのぐらい張っているかちょっとチェックしていきましょう。もうこの脱ぐのがやばいです。どうですかね、たった1種目で筋肉がスーパーパンプしているのが分かると思います。冒頭にもお話はしてるんですけども、三角筋後部を鍛えることによってダイヤモンドのようなかっこいい三角筋を手に入れることができます。もうこれだけでもう周りから見る印象というのは全然変わりますし、本当にタンクトップ着た姿なんかもすごくかっこよくなりますので、ぜひこのトライセット、今まで三角筋後部をあまり鍛えていなかった、頑張っていたけどもなかなか発達しなかった、そういった方はですね、今回やったこのトレーニングを必ず試してください。お願いします。私の YouTube ではトレーニング初心者から、そして上級者の方に向けたトレーニング栄養サプリメント情報を公開しております。もしこの動画が楽しかった、気になった、参考になった、そして私と一緒にかっこいい方を手に入れたいっていう方はですね、ぜひチャンネル登録と、そしてグッドボタンお願いします。
私が担当している芸能人の武田真さん、次長課長河本さん、熊切あすみさんのトレーニング様子はインスタグラムにて公開しております。よかったらこちらも見てください。また私が開発している最高級プロテインゴールデンダスト、最強の脂肪燃焼サプリメントビジョットゼロ、こちら下の概要欄から購入することができます。ぜひ体作りにお役立てください。今回もありがとうございました。We'll be right back.